防いだ。鹿島はクロスを得意としているというデータがあります。これについては今日警戒していかなくてはなりませんね。そうですね、クロスを上げさせないようにサイドの対応をしっかりやることが大事になりますよね。上げられた場合には中の選手がボールウォッチャーにならないようにボールと相手選手が両方見えるポジショニングを正確に取ることが重要になりますよね。あとは相手が自分の前に飛び出してくることを意識して防ぐのもポイントになりますよね。カルロス・サンチェス、ここで丁寧にボールを扱う。ミルナ、これを読んでいた。さあカウンターを仕掛けます。ここ早めに入れていくっていうのも手ですよね。緩く狙ったボール、これは繋がりませんでした。ここはすぐ奪い返します。鹿島サイドを縦に走らせます。抜けてくる、一瞬のクリアですね。イチョンヨサイドを使います。丁寧に足元を使う。鹿島が結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどもね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、それともサイドの選手に受け渡すのか、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどね、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。ビシチェク、非常に攻撃的なサイドバックの選手です。中央へシュート、いやディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね、はい、攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。なるほど、カルロス・サンチェス右サイドへ振ってルカクサイドを使う。この位置でボールを受けます。中へのクロス、頭、イニエスタ素晴らしいポジショニングでした。前線出てくる人数が多いでしょうね。マラドーナ柔らかいボール、マラドーナからのスルーパスは通りませんでした。ビシチェク、イニエスタ、ビシチェク、カルロス・サンチェス、マトゥイディ。前半32分を回りました。カルロス・サンチェス速いパス回し、ルカクから右へ、まあ、クリアは精一杯ですよね。カウンターを仕掛けていきます。一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。イソンヨアーチのようなパス、一人で持ち上がっていくカルロス・サンチェス、ビシチェク、イニエスタ、マトゥイディ、さあ左へ預けて素早いパスで攻め上がっていきます。この柔らかいパスと呼んでいたミルナ、ビシチェク、ビシチェクからビトーロ、
リトルからのツーゾーン、イニエスタ、あと少し。今のは惜しいシーンでした。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。派手なゴールシーンはなかったんですけども、うん、激しいチェックやボールの奪い合いなど、はい、注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。そうですね。スコアレスのまま後半へと続きます。チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。マテュイディ、オセジュール上がっていく右サイド、さあ繋がるか、さあマラドーナ、オセジュール、イニエスタへ置きましたよ。オセジュール、カルロス・サンチェス出ました、ね、シュート。さあカウンターのチャンスになります。超えた、抜けてくる、コース空いた、シュート。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。そうですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。イニエスタからビトーロ、裏へのスルーパス、シュート、しのぐ。しかしこれよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたね。このピンチよく防ぎました。頭で来た。パリ・サンジェルマンはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。受けるか、ボールのこのパス、オセジュール、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。これは繋がりません。サンチェス、フィッシュチェク、ルカク、さあつながるか、さあ打ちに行くか、クロスが入る、さあループを狙います。まだある。さあここでカウンター、柔らかいボール、チャンス来た、シュート来た、先制、パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン、ようやく均衡を破りました。ようやくですね。シュート前の一歩で勝負あったか、キレのあるスルーパスからの一発、いやいい形でしたよね。なんといっても出し手のタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。
サンジェルマンがメンバーチェンジをします。さあパリサンジェルマン1対0先制しています。この辺のね1点の重みっていうのありますよね。試合の状況ガラッと変わりますからね。スルーパス、ミルナーインターセプト、これはキーパーよくしのぎました。いやー押し出し大きいかな。自分の範囲から逃げてしまいましたね。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。フリーで受ける、マラドーナ。スローインをカット、これは読んでいました。してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。このボールはつながりません。アントニオ・リュディガー、キソンヨ、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。かわした、裏へ届くか。いやもうギリギリクリアという感じですよね。鹿島は2本目のコーナー、打てるか。いやーキーパーこれをよく止めました。とこまで行ったんですけどもね。そうですね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。はい、サイドのスペースへ走らせる。パリサンジェルマンとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。レナト・サンチェス、ふわっと裏を狙う。このボールはカットされます。ここで収まる。どうだこのシュート。カルロス・サンチェス、ここで笛です。1対0パリ・サンジェルマン1点差を守りきり勝利しました。さあ北澤さん、